要するに7番のアンケートお願いいたします。これ西村さんもぜひと取り扱いたいというふうにおっしゃったので、はい、ぜひお願いします。はい、はい、朝日新聞、侵略を受けたとき戦うべきか戦わざるべきかと有料記事で問うてますが、これはという質問です。中国に和解を頼むが 1%、 朝日と橋本氏の喜びそうな全面降伏 12%、 敵基地攻撃能力の巡航ミサイル配備 29%、 専守防衛を専守核防衛に変更 58% でした。小江先生。はい、これね、まあ、朝日新聞にしては苦肉の策でこういうページを作ったんだろうなと思いますよ。こういう記事をね、要するに今まで通りの社論でやっていくととても持たないってことは分かるわけですよ。それでギリギリのところでね、戦うべきか戦わざるべきかなんて、そんなトンチンカンなね、アホみたいな幼稚園児の質問でしょこれ。でそれをね、新聞というね後期でね、真面目になんかそれを記事にしてるっていうね、あれと同じですよね。立憲共産党の志位委員長の、日本共産党の志位委員長は、有事には自衛隊を活用する。活用なんて言葉また使ってね。お前何そんな傲慢になってんだって。まずその前に自衛隊に謝りに行けって言いたいんですよね。あ、それと本当に確かにニュアンスが似てますね。その人権侵害。うん、本当だ。自衛官に対しての人権侵害をリードしているのは日本共産党ですよ。そうですよ、はい、本当だ本当だ、謝れ。それをね活用するなんてね、まあ、よくそんな言葉が使えるなっていうね、本当にね、あの傲岸不遜さっていうかね、呆れ果てますよね、人間性に。だけど結局ね、朝日新聞のこれとこのアホな記事と同じですよ。もう今までの論調だともう持たないってことは分かってるから、なんとか整合性つけようとしてるんですよね。どうですか長尾さん。まあ、朝日がこういう記事を出したっていう、まあ、この記事僕も読みましたけれど、はい、まあ、どう捉えていいのか分かりませんよね。朝日もなんか変な方向に、朝日にとってですよ、変な方向に行かないように行かないようにって、なんか苦肉の策を講じているような気もしますよね。うん、でまあ、さっきの話とちょっと重なっちゃうんですけど、まあ、専守防衛じゃなくて領域外防衛っていう言葉が今自民党の内部ではちょっと使われ始めているっていうことを聞きました。へ、領域外防衛ですね。それはどういう意味なんですか。要は自分の領土以外の範囲内の防衛ということですよね。あまり先制攻撃とか言うと、まあ、先制攻撃だって、先制攻撃をもうぼちぼちそんなことも考えるぞつって言ったってですね、先制攻撃してないわけですから、その瞬間までは。まあ先制攻撃するといろいろね、国際法の問題が出てくるとは思うんですけども、先制攻撃も必要だよねっていうことを議論するだけでも十分抑止になるんで。だけどまあそれを具体的な文言に落とし込むということになれば、領域外防衛という言葉はがいいんじゃないかっていうようなことが、なんか昨日おとといあたり自民党の内部で、飛び交ってるという話をおととい僕聞きました。おとといか、おととい、先おとといか。ね、それよくわかるんですよ。政治家の方がそういうように考えて、要するになるべくハレーションが起きない範囲で、きちっと前進するためにはね、そういう言葉を作り出すっていうのもわかるんだけど、それもうやめたらどうですか。そうです、本当にはっきり有権者の一人として本当にそう思いますよ、うん、もうね、そういうね言葉遊びはやめた方がいいですよ、うん、だから敵基地攻撃能力じゃなくて、この前安倍総理が言ったみたいにね、敵中枢攻撃でいいんですよ、うん、まあこれね、まあ、多少ちょっと反論させていただくと、はい、やっぱり僕ら政治家決めなきゃいけない話なので、うん、言葉遊びはねやっぱりしたくないんですけれど、うんうん、実は多分今日議論してるこの話って残念ながら少数派なんですよ、はい、それでも少数派、うん、もうね、僕は自民党に来て本当にびっくりしたのは自分と同じ考え方を持ってる人間が絶滅危惧種であるということ
そんなに少ないんだ。で、そうなんです。で、それはね、共有してほしいんです。だから、僕らは議員を選べないので、で、僕は必要とないと言われて落選をしたので、で、まあ、おととい、まあ、余計な話すればあの楽天の25周年というのがあって、まあ、楽天もあの新自由主義者 の, あの筆頭でね、私も三木谷さんとは、まあ、いろんな複雑な関係があるんですけど、うん、呼んでいただいたんで、まあ、あの伺っていろんな意見交換も多少はちょっとして、でそこにね、はい、あの保守系の議員があの2人来てましたよ、うん、でね、もう長尾さんもとんでもないことになってっから今っつって、で意外ともあの保守系の議員があの内閣の方に入っちゃったり、うん、あるいは僕とか中山康秀さんが落選したりなんかで、はい、平場で話ができる議員がいないと。つまりただでさえ人数が少ないのに、うん、さらに人数が少なくなっちゃったから、うん、早く帰ってきてると。でこれはね、皆さん言い訳ではなく最後は数なんですよ。そうですよね、数少ないと決するときにもうダメなんですよ、うん、ですから最後の苦肉の策として、こちら側が数が少ないもんだから、まあ、あの僕はあの不本意ながら、はい、あ、まあ、言葉遊びと、まあ、あえて、言われることを100歩譲って、なるほどそちら側の方に行かざるを得ないっていうね、ちょっと苦しい部分、はい、分かっていただきたいなと思って、それね、重々私ね、はい、分かった上であえて、はい、ありがとうございます、申し上げたんです。それ別に名護さん攻撃したんじゃなくてね、批判したんじゃなくて、はい、あの視聴者のために分かってもらいたいっていうのがあって、それで名護さんからそういう答えを聞けると、はい、視聴者の方もより深く今の現状っていうものをね認識していただけるかなと思ったんですね、はい、伝わればありがたいです。はい、吉田さんいかがですか。はい、あの今の話に関連してあの申し上げると、いや実は、まあ、皆さんこの番組主張の皆様ご存知の通り、僕はあの4年間ずっと区長選挙の準備をしていて、でしかし、まあ断念したんですね。でもうですね、立憲共産区政が4年続いて、次の4年を、やらせるわけにはいかないということで、まあ、どうしてもその、まあ、保守の一本化ができなかったので、まあ、僕の政策を飲ませて、私が残念ながら降りて、で、はい、今度一本化をして、今度の立憲共産区長に、挑戦をする、まあ、その立教以外の、候補者を立てて、今度5月22日に向けて戦うんですけれども、はい、まあ、それを決めたのが、3月末、4月の頭なんですけど、この、4月に入ってからですね、実は、区内のあちこちの方々から、吉田さん、今回区長選挙出るんでしょ、あの我々応援したいからっていう声が、僕はその一本化のために降りるって決めた後にですね、それを全然知らないでお声がかかるようになってきたんですよ。で、その中にはですね、いや、吉田さん最近なんか、文化人放送とかでなんかすごいね、すごい吉田さんが評判だよっていうことを区民の方々が言うようになってきたんですね。で僕は2月から番組出させていただくようになって、うん、最近はその、連日いろんなところでお声かけいただいて出させていただいて、でその番組は見ている方々から、まあ、こういう議員を応援しよう、こういう人を区長にしようみたいなお声が、まあ、かかるようになってきたっていうことが、僕はその、リアルな新鮮な驚きだったんですよ。で、今おっしゃった通り、数こそが力で、この数を支えに、議員をたくさん、輩出して、で、その、議会での、まあ、その、論戦を、制していかなきゃいけないわけですよ。そうすると政策が、まあ、実現しない。だから、その、まだまだ数が足りない中で、長尾先生のような方が、言葉遊びと言われながらも一歩でも進めるためにこう頑張ると。でそして、その我々のような、文化人放送の、放送の使命としては、我々がそのさらに先の目標に向かって、専守防衛っていう言葉は誰が誰のために日本に押し付けたのかと。そして敵基地攻撃能力というものを批判する人たちに本当はどういうことをやらなきゃいけないのかと。
我々は大胆にそれをきちんと提示をして、国民世論が大きくそれを支持する中で、まあ、それにまだたどり着いていない人たちを説得するために、長尾先生たちに、まあ、言葉遊びと言われながらも、ギリギリの妥協をしていただく。だから、西村先生たちがですね、大胆に原則論とかですね、理想論をガンガン掲げて、文化人という放送していただくことはとても大事で、その中で、長尾先生たちが、なんとかこう、一歩でも進める政治的に交渉していただく。この番組はとっても大事な使命を果たしてるんだなと、僕は自分の、区長選絡みのことで、まあ、ちょっと最近体感したと思っています。はい、わかりました。ああ、もう、チャットが3つ入ってる。いっぱい来てます。上からちょっと読んでいきますね。はい、辻義臣さん200円ありがとうございます。高石先生、岸先生、佐藤先生、松川先生、安倍先生、片山先生応援してます。八神隼さん、はい、今日お会いしました。なるほど、領域外防衛、ですね、ケリー、ですね、すみませんね、ケリー、ケリーさんメッセージ、はい、撤回されちゃってますね。あ、そうですか。すみません、はい、ありがとうございます。 AQ さん様1000円ありがとうございます。はい、ですね、あとですね、はい、ですね、高幸、金谷様、日本の尊厳と国益の代理人、長尾先生には是が非でも国政復帰してほしいということです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。皆さんありがとうございます。はい、どうも、残念ながら時間が、過ぎてしまいました。どうも皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。